自分の時間というものがないのか。だからどこにでもいるのか。違うの。飯田さんが時間がないから私はこうやって待ってるんですよ。すいません。あ、いや全然大丈夫なんですけど。だけどもういいよ、大丈夫。もしもアメリカ人の友達ができるとするじゃないですか、うんうんうん、それで、あ、ディナーどこにしようって言えなかったら、うん、ご飯食べに行けないじゃないですか、うん、そういう時にもう始まってるね。 Where should we go for dinner? と言います。夕食、夕食どこに食べに行く、うん、どうぞ。 Where shall youあ、ディナー。 Where shall we go for dinner? Where shall we go dinner? For dinner. はい。それで、あ、夕食どこに食べに行くって聞いてることになるんですよ。はい、わかりました。はい、じゃあこれを忘れないように勉強カード渡すので、テスト頑張ってください。はい。はい、以上、英会話でした。結構、勝手に進める人はね、あやかちゃんって。